んこんにちは、石木まうです。私はもう20年も誘導瞑想をお教えしています。この番組では皆さんに感情をコントロールする誘導瞑想の仕方を教えしようと思います。皆さんはただこれを聞いて眠るだけ、それだけで十分です。では今日のテーマはこれです。今日の誘導瞑想のテーマは人見知りを直すです。人見知りの人たちがいますよね。声が小さくてあまり喋らない、笑うことも少ない、この人たちはなぜ人見知りになったんでしょうか。実はこの人たちは本当はものすごく人にくっつきたい人たちなんです。自分一人では立てなくて、いつもくっつける誰かを心の中で探しています。その執着心が強いので、相手に嫌われることが分かっていて、それでいつも心の中でどうせ私のこと嫌うんでしょと問いかけているんです。そういう自分がバレるのが嫌で人を避けることになります。なんだか変な話ですね。フラクタル心理学ではこういう状態を究極の回避って言うんです。つまり最初に求めていたことと真逆の選択をすることを言います。本当は人にくっつきたかったのに、人が怖くて離れてしまうために一人でポツンといざるを得ない。でもそのおかげでこの人たちは自立を学ばざるを得なくなります。人が怖いから結局自分で何かをやらざるを得ませんね。ですからもしあなたがもう十分に大人でしっかり自立していたら、この子どもの頃の間違った回路を直してもう少し社交的になりましょう。もうあなたは超依存的ではないですよね。では目を閉じて6歳の自分をイメージしましょう。これもできれば3歳がイメージできるといいですね。そこへ大人の自分がやってきてあなたに話しかけます。では目を閉じましょう。あなたは人が怖いんだね。何人かの人の前に立つと心がスッとシャットアウトしてうまく喋れなくなってしまうよね。頭が真っ白だね。2人きりなら喋れるよね。3人だともうダメだよね。大人の自分はそれでとても困っているんだよ。あなたが人見知りするから、初めての人がいる場では自分は黙ってしまって楽しめなくなるし、仕事でお客様が来るといつも緊張してしまう。なかなか親しい人はできないし、みんなのように屈託なく笑えない。あなたはいつも心の中で相手のことを悪く思っているよね。この人は自分を傷つけるんじゃないか、この人は自分を裏切るんじゃないか、自分をバカにするんじゃないか、そうやって常に人を疑っているから、その心を覗かれたくなくてあなたは心を開かないんだよね。もうそんなことを考えていることすら忘れてしまったかもしれないけどね。こんなことを考えているからあなたは相手が怖いんだよ。自分が考えていることがバレるとまずいから相手に近づけなくなっているんだよ。バカみたいだね。一人芝居だよね。あなたが自分は傷つけられると思ったのはもともと勘違いなんだよ。本当はお母さんに裏切られたと思ったんだよね。兄弟が邪魔だったんだよね。あなたが2人の関係だとうまくいくのはそこに邪魔者がいないからだよね。あなたは本当は独占欲が強くて依存心が強くて、誰かを見つけてその人が受け入れてくれるとその人にべったりくっついていたくなるんだよね。そして相手に完璧を要求するよね。相手に負担をかけて嫌われるんじゃないかって恐れているよね。しかも依存的なくせにプライドが高くて、ちょっとでもできないことが人に見つかると恥をかいたって思い込むよね。
そしてまた人が怖くなるんだよ。バカだね。だから依存的な自分を直しなさい。もっと自分の足でしっかり立ちなさい。あなたはもう赤ちゃんじゃないよ。お母さんに手を振り払われても、兄弟に邪魔されても、もうあなたには何の影響もないんだよ。お母さんが手を振り払ったのはあなたが嫌いだからじゃない。兄弟はあなたの邪魔をするためにいるんじゃなくて、あなたと協力するために存在しているんだよ。人に完璧を求めるんじゃなくて、自分自身が自分の理想に近づけるよう努力しなさい。大丈夫、あなたはできるよ。あなたは一人じゃない。大人の自分がいつでも手をつないでいるから安心しなさい。大人の自分はあなたを拒絶したりしないから安心して自立しなさい。何でも自分でやりなさい。実力を上げるために努力しなさい。誇らしい自分になろうね。そうしたら人を疑ったり悪く思ったりすることがなくなって、人が怖くなくなるよ。その方が幸せになれるね。大人の自分はずっとそばで見守っているからね。